果てて、言うことは誰にも隠せしないだろう。ところがおいらは何のためこんなに疲れてしまったのか。勇気はそんなにも大きな一日とは思わないが、それでもやっぱり考えてしまう。あ、この気だるさはなんだ。いつかはどこかへ落ち着こう。心の置き場を探すだけ。たどり着いたらいつも雨降り、そんなことの繰り返し。やっとこれでおいらの旅も終わったのかと思ったら、いつものことではあるけれど、あ、ここもやっぱり土砂降りさ。心の中に傘を差して裸足で歩いてる自分が、知らん顔して。